トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブブルーレイ、ついに11月29日発売。翔くんのサングラス越しの熱い目指し、神くんの笑顔、岸くんの力強いパフォーマンス、メンバーたちの思いが詰まったステージ。待望のトゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブのブルーレイが2024年11月29日に発売されることが発表され、ファンたちはすでにその日を心待ちにしています。このライブは、 ナンバーアンダーライン愛として初めての大規模なステージで、特に、藤井での登場シーンは、観客の誰もが記憶に残る瞬間となりました。ファンたちは、それまでの感情、期待、そしてライブ中に感じた一体感を、何度も何度も語り合い、その感動を再び感じようとしています。1年前、誰もがこのような大規模なコンサートが実現するとは想像もしていませんでした。 新しく結成されたナンバーアンダーライン愛が、一体どんなステージを見せてくれるのか、ファンたちもまだ不安な気持ちを抱えていました。それでも、彼らの成長は目覚ましく、現在では彼らの存在が舞台を明るく照らし、圧倒的なパフォーマンスを見せつけてくれる存在になっています。ライブ当日、翔くん、神くん、そして岸くんの登場にファンは感動し、歓声がドーム全体に響き渡りました。 藤井での登場シーン、あの瞬間を忘れることはできません。登場と同時に、まるで空気が変わったかのように、観客はその圧倒的なオーラに圧倒され、声を上げずにはいられなかったのです。特に印象的だったのは、翔くんがサングラスをかけたまま涙をこらえるような表情を見せた瞬間でした。サングラス越しに彼の目は見えませんでしたが、ファンたちに再び会えた喜びをしっかりとかみしめている様子が伝わってきました。 この日のために何度も練習を重ね、全力でファンを楽しませようとする姿勢は、舞台裏のドキュメンタリーでもしっかりと描かれています。ライブを通じて感じられた、メンバー全員の情熱とプロフェッショナリズムが映像に収められていることは、ファンにとっても大きな喜びです。ナンバーアンダーラインアイの初のライブ円盤化が決定したとき、多くのファンが歓喜の声を上げました。あの感動をもう一度、 自宅で何度も楽しめるなんて、と、多くの人々がブルーレイを手にする日を心待ちにしています。特に、初日の富士での登場シーンや、ゴートでの会場全体が一体となって盛り上がった瞬間は、ファンの間でも話題の中心です。実際、ライブ当日の会場の様子は、ドームが揺れた、と表現するほどの一体感がありました。3人の登場場にによって会場が一つになり 声援が止まらない状況が続きました。特に、神君がサングラスを外した瞬間には大歓声が上がり、その場にいたすべての人々の記憶に刻まれました。しかし、ライブ当日はあまりにも感動が強すぎて、細部を覚えていないというファンも多くいます。だからこそ、今回のブルーレイリリースは、あの日の記憶を鮮明によみがえらせる貴重なチャンスとなっています。特に 裏側のドキュメンタリーが収録されることで、ライブの準備過程やメンバーの真剣な姿勢を再び目にすることができるのは、大きな魅力です。日々努力を重ね、ファンを楽しませるために全力を尽くす彼らの姿を見られることは、ファンにとっても大きな誇りであり、感動的な瞬間です。さらに、このブルーレイはプライムビデオとは別のカメラアングルで収録されており、ファンにとっては新たな視点からライブを楽しむことができます。 異なるる日程でで、撮影された映像を見比べることで同じパフォーマンスでも新たな発見があるかもしれません。ファンたちはすでに予約を済ませ、その日を心待ちにしています。藤井での登場シーン、ゴートでの一体感、そして、Isit me での感動的なパフォーマンス。これらの瞬間は、ライブに参加した人も、ブルーレイで初めて見る人も、同じように心を動かされることでしょう。 このライブの成功は、ナンバーアンダーライン愛にとって大きな転機となりました。デビューからわずか1年で、彼らはファンとの強い絆を築き上げ、ステージでのパフォーマンスを通じてその存在感を示しました。特に、藤井での登場シーンは、彼らの成長とともに、ファンにとっても特別な意味を持つ瞬間でした。その圧倒的なパフォーマンスは、ファンの心をつかみ、何度も何度も思い出されることでしょう。 そして、ライブ後の余韻に浸りながら、ファンたちは次なるステージへの期待を膨らませています。振り返ってみれば、このライブはただのエンターテイメントではなく、ナンバーアンダーライン愛とファンとの絆を再確認する場でもありました。メンバーたちは、どんな困難にも負けず、自らの夢を追い続け、そしてファンを大切にする姿勢を常に見せてきました。ファンたちは、その姿勢に共感し、応援し続けることで、 彼らとの特別な関係を築いてきたのです。このライブは、そんな彼らの努力と情熱、そしてファンの応援が結実した瞬間でした。トゥーヒーローズ・トベファーストスーパーライブのブルーレイリリースは、その瞬間を再び目にすることができる貴重な機会です。そして、ファンたちはその日を心待ちにしながら、ナンバーアンダーライン愛との新たな思い出を築くために、これからも彼らを応援し続けることでしょう。 ライブは終わりましたが、その感動は永遠に心に残り、彼らの成長とともに、ファンたちもまた新たな物語を紡ぎ続けていくのです。このライブがブルーレイとしてリリースされることは、ファンにとって単なる懐かしさや再体験だけではありません。それは、新たな角度からナンバーアンダーライン愛を発見し、再び彼らの魅力に浸る絶好の機会でもあります。ライブ当日、 その瞬間の感情に圧倒されて細かい部分を見逃したという声も多く、再度そのステージを映像でじっくりと見ることで、改めて彼らの表現力やパフォーマンスに感動するファンも少なくないでしょう。例えば、ゴートでの全員が一体となった盛り上がりのシーンは、何度も見返すことでその緻密な振り付けや演出の細部に気づくかもしれません。神君のサングラスを外した瞬間の完成その瞬間の観客の表情。 ステージ上の空気感映像ではライブ会場にいた時には感じられなかった新たな発見があるでしょう。そして、イズイットミーのパフォーマンスは、その歌詞やメロディーに合わせた感情表現がどれほど計算され尽くしていたか、何度も見ることで彼らのアーティスティックな側面をより深く感じることができるのです。さらに、このブルーレイにはリハーサルや舞台裏の映像も収録されており、メンバーたちがどのようにステージに向けて準備を進め、 どんな感情を抱えていたのかを知ることができます。特に、初めての大規模なライブに挑む彼らの緊張感や、舞台に立つ前の心の動きが映し出されている場面は、ファンにとっても感動的な瞬間でしょう。練習に取り組む姿勢や、お互いに支え合いながら前進する彼らの姿は、ファンとしての誇りを一層強めてくれるはずです。このドキュメンタリー部分は、 ライブ本編とはまた異なる角度でメンバーたちの素顔や人間味を垣間見ることができる貴重な要素です。ファンとしては、彼らがどのように成長してきたのか、そして今後どのようなステージでどんなパフォーマンスを見せてくれるのかを予感させるような瞬間でもあります。彼らの成功は、一夜にして成し遂げられたものではなく、長い時間をかけて築き上げられてきたものだと再確認させてくれるでしょう。このブルーレイのリリースによって、 ライブに参加したファンも、参加できなかったファンも、ナンバーアンダーライン愛の魅力を再度体感できる機会を手にします。特に、当日会場にいたファンにとっては、あの熱狂的な瞬間を再び感じ、あの日の感動を再び心に刻むことができるでしょう。何度も繰り返し見ることで、初めてライブに参加したときには見逃していた細部に気づき、さらに深く彼らの世界に引き込まれるはずです。